コンコーネ22番の歌い方のヒントをお話しします。まず「アレグロ・ビバーチェ」と見るとびっくりするほど速いような気がしますけど、四分音符なのではっきりとその音が聞こえるように、その音一つ一つが響くように歌えるといいと思います。教育芸術者の方の参考テンポとしては、104から112とかいうのが書いてあるので、だいたい時計の針で考えて、ドン、ドン、ドン、これが60ですよね。だからこれの倍が120、タン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 っていうののちょっとゆっくりぐらい、タン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 ぐらいに、タララリララーっていうのが入ればいいと思います。でも最初は難しいと思うので、一つ一つっていう音の動きを練習して、じゃあちょっと解明で、ソラソミレド。解明で歌われる時には発音をした後にすぐ口とか顎とか、首の後ろとか力を抜くと響きが安定すると思います。ソラソミレドド。このオクターブの跳躍も結構くせ者ですよね。オクターブの跳躍を見越して、まあそこだけじゃなくて、フレーズ全体、息が、次の息継ぎまでの範囲を見越して、体のコントロール重心をしっかりさせながら、おしまいまでを歌っていかれるといいと思います。ではまず破調長ですね。ソラソミレドドセラソラソミレドドと、教育芸術者の本ではこの4小節目にあるブレスは括弧のブレスになっています。だから本来なら6小節目まで一息で歌いましょうという指示がしてあるんですけど、その必要はないと思います。書いてあるところでブレスをしましょう。それよりも正確に歌えていること、それから響きが良いこと、フレーズ感が6小節続いていることというのが大事になると思います。先へ行きましょう。ソラソミレドドセラソラソミレドドセドレミレド。次の13小節から異端調、セドレソラセミファソラドセミ。次ピアノですね。セドレソラセミファソラソラドセラミ。破調長に戻りますよ。ファファソラソミレドドセラソラソミレドドセドドセドドセラソファレド。ピアノの伴奏の方に書いてある24小節からですね。ピアノ、それから次の小節クレッシェンド、これは歌もありますね。次の小節スフォルツァンド。次の調節はディミニエンド書いてあります。これを一つ一つ丁寧になぞっていくといいでしょう。はい、次はガラッと変わって、副従線で区切ってありますね。曲奏が変わります。ト長調です。レソファラレラソシセえー、途中33小節から保短調になりますね。で次がまた都庁調に戻ります。レドレシラソファラファレレファラドシラシレシソ。ここも保短調。シドレミドラソファソ。42小節ぐらいからもうすぐ戻ってきますね。次は都庁長です。ラシラソファミレデシラソファミレ。今ちょっと迷いながら歌っちゃったんですけど、ラシラソファミレ2小節つなげる、次のレシラソファミレ2小節つなげる、もちろん4小節つなげて歌ってもいいです。きちっと切って歌ってみましょう。ラシラソファミレレシラソファミレ。結構バッと
かかりますね。と短調ソファレ、メゾフォルテと書いてあります。真ん中フォルテまでクレッシェンド、あんまりフォルテまでと思う必要はないですけど、ソーという長い2小節間伸びている音が真ん中充実したように聞こえるといいと思いますけど、あの力むといい音が出ませんから、体をゆったり緩める感じで出しましょうね。ソファレ、表現はもう十分ピアノの伴奏の音色が変わることで、まあ、和音が変わることで表現されていますから、歌の方は力みすぎずに歌いましょう。次と長調に戻って、ラシラソファミレ、ラシラソファミレ、次もと短調ソと違って、ファーレーレーのおしまいははっきりアクセントというか音を立てながら歌っていく感じですね。レーソーファーラーレーラーソーシーと短調でした。次はシーレー、ここでちょっとほ短調に聞かけるけれども、すぐ戻って、メドラソーファーソーというふうに都庁長が終わります。そして副従線で波長長、ソラソミレドドセラ、ソラソミレドドセドレミレソ、この伴奏の方でシャープが出てきて、尺四和音を使っていますということで、少し広がりがありますね。次、ソラソミレドドセラ、ソラソミレドドセドドセドドセラソファレド、前のところでも、説明しましたけれども、78小節からピアノの方に書いてある記号、ピアノクレッシェンドスフォルツアンドディミニエンド、これを利用しながら曲奏を歌い終えてください。